ボンジョルノ、あっちゃんです。今日はね、3月の10日、日曜日ということでね、ちょっとね、それを始めていきましょう。昨日ちょっといろいろありすぎてね、もうなんか頭の中で処理が追いつかない。お前ね、脳がね、疲れたっていうのかな。うん。で、もう、まあいろいろね、寝られへんかってね、2時過ぎぐらいまでかな。なんかもう、いろいろ考え事しとって。動画終わっとってね、で、横になってね、寝れへんかって。頭が疲れてね、寝落ちした。なんだそれ。132の73の69。ちょっとね、血圧は安定してんだけどね、頭が、今日もね、頭が痛い。できるかどうかわからないし、みんなに話すかどうかわからないんだけど、ちょっといろいろと、いろいろとありすぎました、昨日は。そんな話をしとってもありえないけど。よっ。日曜日っていうことでね、なんてことはないんだけど、ちょっと週明けいろいろバタバタ動こうかなとは思ってんのよ。で、まあそろそろね、動いていかなあかんなとは思ってんだけど、今日、どうしようかな。なんかこう動画ってこうなんか話さなあかんやんか。でもちょっと今頭の中がね、もうすごいいろんなことでいっぱいいっぱいになっててね、話す内容が浮かんできないのよ。かっちてね、動画を撮らずにってことはいかへんし、で、それで黙ってんのもあれやしなと思って、で、今ちょっとこう抱えてるものを話しちゃダメなんでね、みんなに話せへんねんけど、いろいろありますわ。そうやって抱え込んでもね、じゃあ抱え込んでも
何ら変わることじゃないねんけども、うん、まあ何かねあっちゃんができればなと思って、でそれ以外にもね自分のことでも大変やねんけどねそれもねこなしていかなあかんなとか、いろいろ問題がありますわ。まあそれやからこそこの人生っていうのはね面白いのかもわからん。平平凡凡とね生きていてもって言いながらも何なんてことないいう日常を過ごしたいなっていう気持ちもあんねんけどね、うん、人間ってどっちやねんよね、うん、おもろい人生なのか平凡な人生なのか何が楽しいのか、ね、で波乱万丈な人生があるから平凡な人生がいいなって思うし、平凡な人生してるから波乱万丈な人生もいいなって思うしね。あっちゃん的にはね、まあ人生ってこうある程度波あってね、山あり谷ありで楽しくいけたらなと思ってる。その中で楽しいことだけで済んだら長い人生なんてないよね。だから苦しいこと悲しいこといろんなことを乗り越えて一人の人間っていうのは作られていくんやろうなと思うね。その中でもうある程度ねこの年になってまだ波乱万丈かっていうのもどうかと思うんだけどね、逆にこの年やからこそね落ち着いてゆっくりよりも波乱万丈な人生いつまでも続くっていうのも面白いのかもわからんしね。あの意味あっちゃんは幸せやし面白い人生を送ってるなぁとも思うねんで、うちは竜神オラクルカードやねんけど、オラクルカードでねちょっと軽く占ってね、で見てたらねなんとなく悩んでることとかについて占ってしてたらね見えてるような気がする。結局何かって言ったらね、まあ、変な話こうね棒立ててさ、どっちに行こうかなってこっち行こう到着した時にどっち行こうかなってことでね、こっちっていう感じで行く方向にドラマが生まれてくる。それと一緒でタロットでねこうカードを引きます。引いたカードの内容を見て、あそれ気ぃつけなあかんな、あそういう未来が来るのかなっていうことでね神経研ぎ澄ましてくると何か見えてくる。それとか今ちょっとこう悩んでんねんって時に、結局悩んでる時って何するのかって言ったら、一人で悩んでる時にどうしようかなって手打った瞬間になんかひらめいたとかね、なんか悩んでんな、誰かに相談しよう、今こんな悩んでんねんって、あそれやったらこうしたらわっていうので、あそっかっていうアイデアをもらえる。それと一緒でカードからアイデアをもらえる。パンとめくったカードに何が含まれるのか、それはこの世の中この一瞬、今一瞬引いたカードっていうのは70何枚かあるカードの中のどれかが出てくるってことは、何かそれに関することっていうことで神経研ぎ澄ましてるとね何か見えてくるんちゃうかなって。だからおみくじも一緒やと思うんだよね。だからあっちゃんは占いを信じる信じないじゃなく、占いっていうのは一つの人生の指針である何かやと思う。こんなんはっきり言って朝起きて窓ガーって扉開けた瞬間に目に見えた景色で占うっていう、占うじゃないけどそれに何かをこうインスピレーションを働かす。要は占いっていうのはカードに書かれた内容絵面のインスピレーションやと思うよね。だからそういうのでねこうね、そういうのをこう気にしてるといいんちゃうかなって。やっぱりいろんなこと悩み事あって辛い時とかからこそそういうカードを見てしまうね。何もなかって楽しくわちゃわちゃやってる時にそんなカード見ようと思わないでしょ。だからやっぱりそういう時は自分が困ってる、自分が今何かに詰まってる、だったら何かから指針くださいねっていう
あ、ほんまにこうキョロ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 って時にふっと目に入ったもの、あって思ってそこになんかそういうことをする、うん、例えばこうキョロキョロした時に目の前にお水がありました、あ、お水飲む、そういや喉乾いとってん、後から付けでいいの、後付けでそんなもんだもんね、まあ、そんなのと一緒で、ほんまに人生っていろんなものの兼ね合いだ、結局人間もそう、街中歩いとって昔の友達に会ったりとか、全然知らん人とポンとぶつかったとか、その人と目が合ったとか、それでも出会いって生まれてくるしね、まあ、そういうのでいろんな、ね、人生は、一瞬一瞬の選択の繰り返しだと思うね、その選択をカードに委ねるのもありなんちゃうかなとふと思ったあっちゃんでした。うん、なんで、ね、昨日ちょっとオラクルカードで占っててね、なんとなく見えたような見えへんような面白い人生が来そうな気がするあっちゃんでした。いや、今はすごい辛いですよでも笑ってられるっていうのはあっちゃんも幸せなんやと思う。はい、ということで今日のあっちゃんのソウルタイムこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのソウルタイム良かったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ってまたね、バイバイ。今日も眠たいわ。